あーもう人のところなんて緊張します。ありがとうございます。十分緊張してもらって、まあ、新しいリアルピースかな。新しいリアルピース、なんかいつもの人が真ん中にいるよ、しっくりくるよ。おいおいカズーが一番最初にさやろうって振り走り出してるのにもういないんだよ。気づいたら変わってた。じゃあやりますか。やりますか。はい、なんか挨拶とかあるんですか。レッツクリトン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 で、はいでほっぺを押さえてください。クリトン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 、はい、はい、はいって言ったらリアルリアルリアル。オーケーですね。第172話コラボ、クニトンさん。レッツクニトン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 、はい、リアルリアルリアルピー、イエーイ。クニトンさん教えてくれたのに俺教えてくれた。最初にこれ入れたのに。来ていただきました、クニトンさん。よろしくお願いします。声真似、声真似 TikToker。 そう、声真似 TikToker。 実はこの YouTube にも出てるんだよね。あ、そうだ、声真似で、声真似の、びっくりした。あれ、サボ？もらうぞ、エース。お前の技、危険！え、知らない間に使われてたって。超絶プライベートのクリントンさんになって、うわーとか言って、じゃあコラボしましょう、言う。やりましょう、やりましょう、今日に至った。クリントンさんのね、TikTok はこんな感じになっております。なーに、ああ、なんだなんだ、荒れてんな、マイキー、悔しいよ、ひな。はい、ということでこんな感じでね、あのもう声真似がね、もうめちゃめちゃすごいんだよね。いや、すごい、うん、だからレパートリー200以上、僕できるよ。何やっと、ジャイアンできる。いや、お前もうそれしかできない。そうやってみん。じゃあ、カズのび太くん、いいよ。おい、のび太、あ、ジャイアン、何してるの。のび太呼んだの違う人です。今回ちょっと披露していただいて、それが何のキャラクターをしているのか、俺らが当てようじゃないか。あー、これ楽勝よ。ルフィのモノマネって言って、うん、俺は海賊王になるっていうセリフ言っちゃったら、もうルフィ分かってる。あー、分かるね、うん、ゴムゴムの王とかね。そうそうそうね。クリントンさんが、なんか違うセリフでそのルフィを言わなきゃならない。サボ、サボ、もらうぞエース、お前の技、危険！言ってんじゃない？言ってんじゃない？言ってんじゃない？お、早速いきます。なんだ？わー、第1問目。僕の家がなくなっちゃったよ。助けて。あー、わかるぞ、俺聞いたことある。え、めちゃめちゃわかる。家がなくなっちゃった人、僕は止める、僕は止める、僕は止める、助けて。あ、あ、あ、名前が出てこ、名前が出てこ、お前か。静かに。プーさん、違います。一回作品名出てくる。作品名はハンドレディ寿司。違います。待って、俺も分かった。ホームンクルスの、ホームンクルスの同じ声ではないかもしれない。あ、分かった、僕それで止まったのに。そうありがとう、思った。ヒント1、国民的アニメです。お腹空いたよ、アンパンマン。あーあー、めちゃめちゃ分かる。いや、ずる。カバオくん、正解。似てるわ。今のはでもヒント出たから。そういうやつだ。でヒントなしで当たったらやっぱ抜けるけど。ああ、なるほどね。おいー、坂田銀時。正解です。よっしゃ、めっちゃ似てた、めっちゃくちゃ似てた。ずるー、お前。それで分かるのもすごい。お前、マジ。ディーンさんです。よっしゃー。ギョ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 、やけなしんなよ。発情期ですけど、この野郎って。あー、誰やねん。誰やねん。おい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 、やかましいな。金さんです。おいおい、あれ誰だこの声。あ、課長か。おい
わかる。めっちゃ好き。わかるわかるわかる。ほぼ国民の一手言っても過言ではない。オッケー。そうですね。歌はいいね。歌は心を潤してくれる。あ、わかるわかる。わかるわかる。めっちゃ全然わかる。わかる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 。エヴァの渚薫。正解。やったー。コメが抜けた。そう、俺カツラカツラ。あ、カツラや。じゃないカツラだ。そう。でもその俺エヴァンゲリオン見たことないの。だー。そう、俺ここに残るとは思わなかったな。俺この三。俺結構早めに抜けると思ってたわ。ここの好きなアニメジャンルが違うからさ。名前出てこないよ。わかるの言ってるね。俺さ、名前出てこなくてさ、おばあちゃんが隣の家に住んでて昔、昔お自分のおばあちゃんが、あれよっつって俺がわかるんですよ。あっ、二人で出てるあれあれしろっつって。お互いに、あれ平行線じゃん、一生終わらない。僕と結婚しましょう。死ぬまであなたを守りますから。僕はまだ終わっちゃいない。戦ってんな。知っていますか？強い奴には天才型と努力型がいます。待って、なんかこれ。これはね。知ってるぞ、知ってるぞ。ナルト。ロックリー。チョイスやばい。チョイスがやばい。チョイスやばいわ。わかるわ。バッサー切られて。うまくね、遠回りしてってて、すごいと思った。よみがえりしは木の葉の青き野獣。ロックリーダー。おー。うまいね。緑来てるし。やばい、俺残っちゃったやん。俺アニメ好きって聞いてたんですけど。俺アニメ好きなんですよ。だけど、ここが問題。1年半ぐらい、アニメを見てないですよ、ずっと。おー。アニメ好きなのに。逆にこうたはさ、一発逆転のアニメがあるからね。何予想しながら言わないよ。敵だからな、お前は。おお、1年前に半前だからさ、声が出てこないの。はいはいはい。最近見てたとしても俺は出てこないんだけどな。おいおい、だって君弱いもん。お覚悟はいいか。五条悟。正解。ドゥンドゥドゥみたいな。そう、で僕最強だから。僕最強だから。領域展開無料クッション。領域展開無料クッション。リベンジャーズ。リベンジャーズならいいけどね。リベンジャーズ。リベンジャーズしようかなと思って。リベンジャーズはもうコーターの独断で出したんで。そうなんだ。いや問題が悪かったな。いやまあ確かにな。お前クリノさん気づかれてる。じゃあ東京リベンジャーズも何かやっていきましょう。おお、そうだ、答えられるか。オッケー。あ、リベンジしていこう。マニアックなキャラがいいですか、それとも普通なキャラがいいですか。メイン中のメインで。自信。どうやって死にて。はマイキー。正解。おお。わかるわ。わかるわ。ちょい外れキャラで。バット持ってこい。ドラケン。違います。はい、バジ。なんだなんだ、ちげえな。バジだそれが。バジだそれが。半分こだ最後な、めっちゃいいよな。正解はおい清正です。清正っていうのか。お前リベンジャーズしない。何が何がリベンジャー。リベンジャー作れば俺いけるだよ。ダメだったね。はい、ということでクリントンさんはTikTok、はい、TikTok やってます。をメインにやっていて、
今公式 LINE 始めたばっかりです。おお、公式 LINE 始めたんだ。俺らと一緒だ。じゃあ公式 LINE とあと TikTok をやってるんで、よかったら皆さんチェックしてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、モノマネ TikToker クリドーさんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。